こんにちは。着物リメイク教室の花です。今回お届けする動画は4月と5月のリメイク教室です。次々と素敵な作品が仕上がっています。どうぞご覧ください。かすりの着物からフリアスカートとベストのセットアップを作りました。大島紬でリバーシブルのベストです。先にチュニックを作って、これが2着目になります。ウールの着物からパンツとジレのセットアップを作っています。ロングジレとワイドパンツのセットアップは裁断に苦労しましたが、なんとか満足のいく着丈にできました。残り布で手提げバッグも作って何度もお出かけしたそうです。浴衣地でワンピースを作りました。襟ぐりにギャザーを入れバイアス始末をしています。短物なのでノースリーブのブラウスもできました。同じデザインのノースリーブのワンピースです。脇に一幅大きなまちを入れて A ラインのブラウスも作りました。大島紬で前開きのギャザー切り替えワンピースを作りました。絞りの羽織からです。3幅継ぎ合わせて襟ぐりにたっぷりタックを入れた裾幅の広いチュニックを作りました。ドロ大島の着物から作りました。中心に一幅、脇の部分にギャザーを入れた形です。柔らかな生地で着心地よさそうなドルマンスリーブのワンピースを作りました。綿のオーバーサイズのワンピースです。木綿の縞2幅の間に無地を入れた直線立ちのワンピースが出来上がりました。ちりめんのシンプルなブラウスが出来上がりました。
シュに刺繍のある羽織から作りました。豪華な刺繍は後ろの脇の方に入れました。柔らかな紬でバンドカラーのブラウスを作りました。このブラウスは以前動画にしましたが、結構難しいです。ヨークで切り替えのガウチョパンツを作りました。切り替え部分はタックが入っています。ウールの着物から襟付きのコートを作っています。大島紬で男性用のジャケットを作りました。ボタンをつけて出来上がりです。サルエルパンツとラップスカートを仕上げてきてくれました。このラップスカートは夏物のローの帯です。柄と無地の部分をうまく縫い合わせて、ダーツと後ろウエストにゴムを入れました。透け感のある夏物の着物で国運型の羽織物を作っています。泉シティプラザのリメイク教室です。白い大島紬でショールカラーのコートを作りました。紬の着物から切り替えにギャザーを入れたワンピースを作りました。前開きでコートとしても着れます。後ろ姿も可愛いです。裏地をつけた男性用のベストを作っています。リバーシブルとはちょっと作り方が違います。カスリのジャケットが出来上がりました。何種類かのカスリを組み合わせて、ポケットには絵ガスリをつけて、とても手の込んだ素敵なジャケットが出来上がりました。これは涼しげな夏物の着物です。裾でカーブになった A ラインのワンピースを作りました。
この方はお母さんの留め袖をワンピースに作ります。上前の豪華な柄を前身ごろに、脇で柄が続くようにします。先に柄合わせをして縫い合わせてから裁断します。紡ぎの着物から前身ごろにタックが入ったワンピースを作っています。前掛けのバッグを作っています。後ろ側に生地を足して柄が前面に出るように作りました。今回はここまでになります。リメイク教室をお届けしました。また次回をお楽しみに。